はい、というわけで前回の続きです。お願いします。はい、面白いところでいつもお楽しみ食らっちゃうんですよね。まあ、面白いといえば面白いですよね。はい、ワクワクします。古代の日本ができてきた元の渡来人の話から、はいはい、聖徳太子の時代に入って17条簡易12回、うんね、やりました。仏教儒教が元になってるんだよって話をしましたよね、はい、しました。そしてその後聖徳太子の時代の後半は、うん、いわゆる律令制、はい、中国の律令制を取り入れた国の制度を作っていきましょうという時代になった、うんうん、はい、結構インパクトある事件、ね、事件というか、そう、大化の改新、はい、一種の変っていうのが、はい、で、大宝律令ができました。できました、はい、中身もちょっと勉強しましたね、うん、そういう流れできて、はい、国家の仕組みがもう中国のようにきちんとしたものができてきたんだよと。そうですね、天武天皇が、うん、頑張ったよね、仕上げて、はい、そうですね。じゃあそのいよいよ国の形もそういう中国に習った国の形にしていこうという動きが出てきて、いよいよ都ができてくる、はい、最初にできる日本の大きな都が奈良の都だったということですよね、はい、そこにちょっと入っていきたいと思いますが、唐、はい、の都、長安に習うそういった都づくりをしたいんだと。うん、どんな聖徳太子が摂政になってからおよそ100年経ってから、うん、初めて飛鳥の方から藤原京、ちょっと都を移してこの藤原京っていうのを作る、うん、これが最初のこれだったの。でこれがね、奈良に行くと大和三山っていう山がある、うん、宗美山だとか加護山だとかってある、うん、その大和三山っていうのは非常に神の宿る山で神秘的な山なんですが、その山に囲まれたところ部分、うんにの飛鳥地方に初めての都が造営された。これを藤原京っていうんですが、これ城防制、城防制、うん、五番の目の絵になってるでしょ、うん、で横が城ですよね。1城2城3城4城5城6城、はい、ね、でこっちがね棒なんです。1の棒2の棒3の棒4の棒、この棒を使う。だから城と棒の制で城防制と呼んでいます。5番の目のような本格的な都という意味です。これを作ったんです。ところがね、この藤原京ね、十数年ですごい壮大なものを作ろうと計画しても作り始めて、はい、結構できてきてたんですが、もうやめちゃったの。どうして、なんで辞めちゃったんだろうと。途中で辞めたってことですよね、うんうん、これはね、持統天皇、はい、で文武天皇、文武天皇、うん、実はこの間の天皇がね、うん、もう続けて立て続けに亡くなってったのね。でこれがね、なんで亡くなったのかっていったら、ここに関係があるんだっていう人がいるんですよね、うん、でそのまあ狭いとこなんだけど、超パワースポットだったわけですよ、うん、ここは、うんうんうん、三角のところはね、はい、そこにこう人間が、人様が住むようになる、うん、ということに神が怒ったんじゃないのかということで、当時の人を恐れたんではないのかという説もあるんですね。なるほど、今で比較的早く、せっかく立派なものを作ったんだけど、もう移そうということになった、うんうん、都を移す、うん、どこに移したか、大和三山に囲まれた飛鳥地、はい、同じ奈良でもね、はい、もうちょっと南に移して、はい、今の奈良市があるところに移した。あ、なるほどなるほど、うん、が当然唐の都長安を習う城防制の巨大な大きな都を作ったんですね、うんうん、はい、これが平城京で、はい、この門が今あります。平城京の入り口、おこれ綺麗だ、朱雀門と言います。あ、朱雀門、うんうんうん、行ってきましたよ、うん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 、ものすごい綺麗です。うん、だ写真でもすごい綺麗ですもんね、うん、大きいです、朱色が、ね、で後には平安京というのもできますけど、うん、この平城京も平安京もその都の入り口に必ずこの門があった、朱雀門が、朱雀門が、はい、ここを抜けていかないと都に入れなかった、うん、うん、まあそんなことでね、この朱雀門、これを見るだけでもすごいです。そうですよね、うんうんうん、奈良に行ったら見るとこいっぱいありますでしょ、はあ、そうですね、奈良ってなんかもう、うん、ほんとこんなこと言うと申し訳ないんですけど、やっぱりこう
あの京都が華やかすぎて、うんうん、どうもその影になっちゃうイメージがあるんですけど、うん、まあここから始まってますもんね、うんうん、まあこうやって奈良の都を作りました、うんうん、立派な朱雀も今復元されてますがね、中に宮殿もできたわけね、うんうん、その中で奈良時代ってどんな女性史が行われたのかっていうのを、はい、簡単にちょっとこれ見ていきたいと思うんですが、お願いします。これそう、何でしょうこれ、お金、お金ではなく、お金ですか、お金ですよね。真ん中は何な、これもお金ですか。これほらプラモデルを買うと、はあ、よくパーツを切り取るときにこういうのができるじゃないですか。あ、え、お金くっついてたってことですか。そうそう、これに、あ、こういうところにお金をくっつけて鋳物として作ったわけですよ、うん、あ、そういうことだか。発掘されたときにこの部分もやっぱり出てきたのね。うん、何か分かんないですよね、うん、最初は、うん、これをね、うん、日本最古の不本線と言います。不本線、うん、不本、富の元って書いてあるのね、うん、あ、なるほど、分かりやすい、富の元がお金、うんうん、不本線、日本最古の貨幣、こんなのが平城京から出てきてるの。内緒の話ですけどね。内緒、うん、古銭屋さんに行くでしょ。はい、あの古いお金のところですね。そうそうそう、平楽通報とか歓迎通報とかこう、うんうんうん、いっぱいある。結構あります、ある、昔のお金がいっぱいある、うん、はいはい、これ一個見つけてください。あるんですか。あるよ、時々混じってる、はあ、これ室町時代にも使われてた、わずかな残りが銅線の中に一緒に混じって、はあ、束になった、はあ、この中に時々入ってたんです、うん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 、これ1個見つけると家が1軒建ちます。もうマジですか、うん、めっちゃ見つけに行かないと。じゃあそうだからね、探してみてください。何千万の価値ってことですよね。まあそんなには本当はないかもしれませんけどね、今のはちょっと大げさだったんだけど、はい、ものすごい価値があります。不本線と言います。はい、まあ、つまりね、暮らしの近代化されてきましたよ、うん、奈良の都の中は、はいはい、うん、そういったのがね、奈良時代のその平城京の後からね、よくわかる、うん、ただし都の中だけです、うん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 、で都の中には今発掘物の資料館研究施設もありまして、はい、一般の人も入れます、うんうん、どんなことが発掘されてどんな当時の進んだ暮らしというのがあったのかというのを見ることができる、はい、もう ぜひ行ってほしいんですね、うんうんうん、これが平城京の中に出てくる不本線、はい、まだある九州北部のこの時代は、奈良時代は、うん、防衛をした、うん、朝鮮半島や中国の間で戦がひっきりなきに起きていた、うんうん、中国は唐になった、はい、で朝鮮半島の方も高句麗や百済が、うん、新羅があったんだけど、はい、百済が大体滅ぼされて、うん、高句麗がすぐその後滅ぼされて新羅になるんです、うんうん、がそれにはいつでも唐のその兵隊が入ってきてた、うんうん、で非常に大陸が不安定な状態だということで、日本も一回百済の軍と一緒に兵を出したんだけど、はい、負けちゃったんですね。でまた日本に戻ってきてる。そんなことあって朝鮮半島に一番近い九州の北部は日本にとってはもうとても大事な防衛ラインになってたんですね、うん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 、そうですよね、うん、そこにね有名な人たちが日本中から送られてったんです。兵隊たちが、有名な兵隊、うん、なんていうの何でしたっけ、先森、先森ですか、うんうん、これで先森って読めないでしょ、うん、全然読めない。日本の一番先っぽを守るから先森というふうな読み方をして、これは当て字です。で先森が派遣されたのが九州博多、うん、はい、ここ太宰府、どっち、はい、クイズ、え、さあどっちが正しいでしょう。これ私がよく、私が思ってるのは後ろの方、うん、こっち、はい、でも正しいです。本当ですか、よかった、うん、こっちも正しい、はい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 、違いがある、あ、それぞれ別の場所、うん、あ、いや同じ場所、同じ場所、違いがある、うん、違いがあるんです。これね、皆さんね、うんうん、これも覚えておくと得なことです。クイズに出てくるかもしれません、うん、この違いはね、何かというと、はい、ここにヒントがある。これ、太宰府で一番有名な天満宮ですよね。そうそう、すごいですね、太宰府天満宮、うんうんうん、菅原道真、はい、それはどういう字を書くかというと、この字です、はい、そうですよね、こっち、こっちですよね、太宰府という場所にある天満宮でしょ、はい、太宰府天満宮、
太宰府というのをこっちの太いという字で書く方は、うん、地名を表しています、うんうんうん、これは役所の名前なんです。これあ、そうなんですか、うん、役所の名前は太宰府。あ、そっちの府、うん、先森が派遣された役場は太宰府で、その地名は太宰府という地です。あー、すごいややこしいです。ややこしい、ややこしい、なるほど。これ点の違いでね、うん、やってるんです。もう覚えておくと得なことなんですよね。はあはあ、先森、これを派遣して日本を防衛させたっていうことが奈良時代のある、うんうん、ところが、だん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 奈良時代ね、区分田、うん、最初の藩田守守法でちょっと勉強したよね、はい、6歳以上の成人男子が2段、はい、女性がその3分の2、はい、この区分田が不足してきちゃったんです、うん、人口が増えた、増えた、うん、ということもあってね、うんうん、で区分田が不足をしてきた、うん、そうすると税収入が思うようにいかなくなってきた、うん、これ不足したのはね、人間が増えたからという理由でよく言う人がいるんだけど、うん、それだけじゃない、それだけじゃない、じゃなくってね、これ嫌がる人が出てきたんです。嫌がる、広い土地をたくさんもらいました、うん、家族で全部でまとめてもらうでしょ、はい、お父さんお母さん子供たちにも区分田が与える、うんうんうん、おじいさんおばあさんもいる、うんうん、もう大谷広さんになるわけ ね、うんうん、そうですね、そこをその家族で耕さなきゃいけない、はい、今みたいに耕運機やトラクターないでしょ。なるほど。大変な思いしてやって結構ごっそり持っていかれる、うん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 、こうもういらないよっていう、うんうんうん、自分の土地じゃないし、はい、返さなきゃいけない、うん、で土地を手放す農民たちが増えてきちゃったんです、うん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 、これね、そこで朝廷はね考えました。だったら6年後に返さなくてもいいよと。ほう、6年経てばあなたたちのものですよと、うん、いうこと、うん、最初からもうあげますよ。ああ、そういうこと。すごいめちゃくちゃな法律ができちゃったんです。 あげます。墾田永年私財法、うん、覚えてます。めっちゃこの難しいよく覚えたね。本当に大変ですよ、これ漢字で書かなきゃいけない。呪文のようにね、呪文のように覚えて、呪文のようにね、はい、これ何かって言ったら、土地を手放す農民にあげますよと言った法律です。だから、はい、もうあなたのものにするから、この土地にいて耕して、税金を払ってちょうだいと言ったわけ。これがこれ。なるほど。うん、意味がね、わかると。はい、そうするとね、喜んだのは貴族や寺院です。ほう。なんでか。なんで？土地だってもらったって価値がない、今みたいに。あ、まあまあそうですね、売れるなんて時代じゃない。そうですね、誰も買う人なんかいない。結局耕して大変、そう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 、大変なのは変わらない。そうそう、うん、だから彼はねここに逃げ込んでったんです。ほう。そうすると貴族や特に大きなお寺は、うんうん、自分たちは何もやらなくても農民たちが逃げてきてその空いた区分田をどんどん自分たちの土地にできるわけ。あ、はははは、貴族や寺院の土地はどんどん増えていく、うんうんうん、働き手の農民は入ってくる、うんうんうん、で彼らはきちんと食べる分や生活する分があれば別にいいわけ、うん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 、そうするとこれによって貴族や寺院というのがまるまる超えていくことになりますね、うん、めっちゃ力持ってきますね、うん、そうなってくると。そうやって広がっていった彼らの私有地のことを、これも覚えておいて、荘園って言うんです。聞いたことあるでしょ。あります、荘園。荘園ってこうやってできてきたの。ああ、そうなんですね。こんなことでもやっぱりちょっと知っておくとね、うん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 、これから荘園って話を聞いた時にテレビでもよく出てくるもんね、はい、あ、この時にこうやってできてきたものね。辛い農民の気持ちがきっかけとなってできてるわけですね、うん、そうそうそう。だから荘園の中で働いてた人たちは土地を手放した農民たちも多かったですよってことね。そこを貴族や寺院が囲い込みをしてたわけです。なるほど。それはあの国にとってはあんまりよろしくないことになってくりますよね、うん、どんどんね。だけどね、当時は面白くって、天皇もつまり朝廷も自分たちの荘園を一生懸命作っていくんです、うん、あ、そうなんですか、うん、まあ、それぞれそういうことなんですね。はい、それでこの中で特に寺院の勢力が
増大をしていったでしょうね。そうやって力を持っていったんですね。そうです。だから天皇がその仏教勢力を保護したというのは、立派な寺院を作ってお坊さんたちをたくさん高い地位につけてっていうこともあるんだけど、元はこれなんです。これそうなのか。土地、あまりにも持ちすぎてるなと思ってました、力を、土地を持たせたということがね、はい、以後のずっとそれこそ今流行りの戦国時代でも、土地をめぐる争いですよ、あれは。そうですね、土地をめぐる争い、今も昔も土地ってすごいですね。そうそう。でその土地のことをもう争うんではない、土地というのは、天下のものであるというふうに言って、土地の争いを封じ込めたのが徳川家康だったんですね。初めて武将の中で。ここで教育だから200何十年も平和が続いたの。そこのところはちゃんと見なきゃいけない。あ、なるほど。またこれはまた、この後、またずっと話をしていきます。そうですね。はい。